まあ前回、頭を使ってということで、ボールの、自分が見えるところにボールを置こうということなんですけど、危険地体回避っていうことで、OB を減らすのも、絶対的にスコアメイクには必要なことであると思うんですね。でまあ o B、OB 怖かったら、見えるところにまあドライバー使うとはいっていう手だと思うんですけど。 そこもなんかちょっと頭使って、あのね、OB って何アウトオブバース。うん、それ何えっと、ホースの外に出した。そう、空気外だよね。はい、空気外。それでどうしてそういう風なものができたと思うどうしてうん。<laughs> 僕はね、よくね、説明でね、アウトオブバース。はい、まあ日本で言う OB。はい っていうのは救済処置だよって説明をしてあげるんだけど。救済処置うん。本来はね、あるがままの状態でプレイしなさいっていうのがゴルフなんだよ。ボールに触っちゃいけませんよ。ね。で,で、それが本来のゴルフの形じゃない。で、そこにいろんな救済が入って、例えばアスファルトの上から打ってしまったり、ジャレの道から打ってしまったりすると、 クラブが痛みますよね。じゃあ、クラブ痛むからって言って昔、パーシモンの頃っていうのは、ソールに金属が貼ったのよ。うん、で、そうやって、そのウッドっていうものが出来上がってきて、で、それって、全部そのクラブを守るために、金属のソールができた。うん、と同じように、そういうところから打ってしまうと、クラブ痛めたり、手痛めたりしてね、無駄、その、非常にゲームとしてはね、面白くなくなっちゃうから、じゃあ、ここは、 フリーな形でドロップしてもいいよねっていうようなもののルールを作ってたら救済処置じゃない。例えばセントアンドリュース、よく全英オープンね。うん、で、17番のロードバンカーって知ってるかなグリーンの奥にね。はい、あれって未だに砂利道なんだけど、ノータッチじゃない。<ー>救済処置がないのよ。あそこはあの本当に砂利道だから。うん、ね。でもそこから打たざるを得ないんだよ。で、その状態が、 昔は全部そうだったんだよ。触っちゃいけませんよって。で、誰もさすがにそこはちょっと大変ですよねって、さっき言ったように。だから、救済処置としてフリードロップを与えた。もしくは、池の中入りました。水に入っちゃってます。救済処置として、ペナルティ1個払って外にドロップしていいですよって。救済処置なんだよ。あれ、罰なんじゃないんだよ。本来であれば打たなきゃいけないんだよ、そっから。何回打っても出てこれないよね。 例えば OB っていうのは自分の区域というふうなものもあるけど、例えば日本のゴルフ場ってよくさ、打てるのに OB になってるじゃないで。<ー>で、まあそれはもちろんゴルフ場の進行の問題だとかっていうふうなことがあるんだけど、本来は本当にゴルフ場の区域の外ですよっていう、ここ以上行かないでくださいっていうところの印なんだけど、ね。でもそういうところって例えばね、リンクス、スコットランド、 ヒースのこんなすごいところに球入っちゃいました。ねそこで、例えば、伊藤くんが言ってね、あ、打てそうだから、バーンってその中から打っちゃいました。はい、出ませんでした。今度は、アンプレアブルしようが、何しようが、どうにも出ることができない。そこから動けない。どうするそれ。アンプレアブルで,、ね、でアンプレアブルって元の位置に戻るか、後方戦場後ろってないんだよ。 ボールのある人、後ろへずーっといて、ずーっとヒースだったらどうすんのだって、その中から打っちゃってるんだよ、もう。ああっちゃってる。ということは、そこにしか戻れないんだよ、もう。ヒースの中から無理やり打っちゃいました。球出ませんでした。深くいっちゃいました。元の位置、同じとこなんだよ。どうするそれ。ギブアップするしかないじゃん。だプレイできないの。だから、そういう風な危険性があるところは、 アウトをバンズにしましょうね。うんそこは少なくとも元の位置から打たなきゃいけませんよってことは元の位置から打てるよところに救済で戻られるわけじゃない。そうでしょ。だから、OB って救済だからね。だから、そこのルールの元々のことを考えると、あ、なんだ OB って救済なんだと思わなきゃ、あ、これ以上大叩きしなくて済むんだよねって。ただね、残念ながら日本の OB って、その、 打てるところなのに OB の杭を入れられちゃってるから、その、残念だな、悔しいなっていうふうに思うんだけど、まあ、本来の区域外っていうのはそういうことでできたんですよっていうことを覚えておくと、その OB 打っちゃいけないとかっていうんじゃなくて、OB、ああ、OB でよかったなって思わなきゃいけないってことだそうですね。えー、でも、うん。だけど、<laughs> うん。出したくない。行かせたくないです。うん。それは一生懸命練習するしかないよね。はい<ー>。それから、そこに行かないようなクラブで打つしかないよね。やっぱそこに行かないクラブで打つしかないっていうか、それ一番心。うん。あとね、あのー、もう一つ。はい。これね。え脳、ー。脳、うん、がいろんな指示をするよね。あ,あいや、ども、いや、右行っちゃいけないな、ここ帯だよな。ああ左行きやがるよな、左行っちゃいけないよな。ああって思ったら、大体そこ行くよね。 あの、嫌なホール、そがありますそうだよね。それなんでかっていうと、脳にとっては、イエスとかノーっていう判断ができないんだよ。いいとか悪いとかっていう判断ができないから、右に行っちゃダメっていうのと、右に行きなさいっていうのと、指示はね、一緒なの。だから、ね、右に行かないように、左の池に入れないようにっていう指示は、右に行きなさい、左に行きなさいっていう指示と一緒ですよっていうことを言ってた。へ、えー それは脳がそういう風うに反応してしまうの。はあ、だから、否定形に言っても、肯定的に言っても、右とか左って、自分が思って脳からの指令が出た瞬間に、そっちの方向に打っちゃう、はあ、人間っていうのは。何も考えないから、うんうん。いや、何も考えるんじゃなくて、ここに打とうっていう意識がないんだよ。だって、こっちに行っちゃいけない、あっちに行っちゃいけないって、どこに打つのそれ。 考えてないじゃない。でも、ダメダメっていう指示は指示になってないのよ。いや、それでね、ここに打とうっていうふうに思って、それはミスショットはあるよ。で、それは OB 行ったり行け行ったりするよ。それは僕らはそうだから。それは単なるミスだよね。だけど、右行っちゃいけないよっていうのは、右に行けっていうことと一緒だよっていうこと言ってんの。だから、どこに打つって意思表示をきちっと自分がして、いやりなさいって言ってるわけ。 だから、最近ね、うちの学生にね、必ず週一回、まあ、左カントリーで、週に何回か練習させてもらってるじゃない。その時に必ず自分でつぶやきなさい。このショットはどこに打つどういうショットを打つって、つけ、やきなさいと。つぶやきながらやりなさい。だから今回合宿、今ね、サザンヤードでやらせてもらってるけど、ね、あの、その癖で、このショットはこう打とうっていうふうにつぶやきながら打ってる子いるよ。気がついたかどうかわかんないけど。 だから、それを繰り返すと、自分が正しい指令を脳にすることになるから。だってみんなはどこだけ行かないようにって言って、じゃあ、その、それ以外はどこ行ってもいいんですかって話。だから発想は僕からするとちょっとおかしいよねっていう。なんで見えるとこっていうふうに僕は言ってるんだよ。その自分の目標にする場所をここに打,打ちたいですなんか。 打とうよねっていう指示にしないのかなっていう。そこからだよね。それでミスすることは、それは技術の検算をしなきゃいけないってことだけの話ええっと、例えばね、よくその林の中入りました枝がリバー例えばグリーンが見えてピンが見えてますで。本来の目的は枝の下を通すことが目標じゃない。で、そこから脱出することだよね。でも、対外の人はその枝に当てるのよ。なぜかって言ったら、グリーンの方向だとかピンの方向に意識がいっちゃってんだよ。 でも、少なくともこの高さがあって、この間に打つことが重要だから、ここに打とうよねって思ってなくて、曖昧にあっちに行ってくれればいいよねっていう指示の仕方をするから、球の高さが合わない。だからそういうふうなものの判断では、何が重要なものかっていうふうなものが明確になってないことなんじゃないあわよくばすり抜けてグリーンの近くへ、あわよくばピンの近くへっていう期待のショットばっかじゃないみんな。 でもそれは違う話だね。その現実から脱出するっていうことには何っていう。でそこから技術があってね、ビャーンってスラッシュさせたり、フックさせたりして、グリーンの方向へ行ったり、スーパーショットが生まれたりするなよ。でも少なくともその方向と高さに対して打ち出さなかったらそれは成り立たないことだね。でもみんなはどうやったらああやってあそこの中から負けて乗っけられるんですかっていうふうな方向から行くからさ。それはもう全然違うよね。いやー。 ありすぎる、はい、うん。やっぱそういうプレーが多いよね、みんなね。ああ、明確にしてないですよ、2位ばっかりみたいなところ、うん。いや、だから明確にしてないから、何をやっていいかが分かんないんだよ、ね、脳が。だから指示できないじゃない。あそこに打とうと思えば、ちゃんとアドレスをしっかり取えようとう。ね、うん、その距離も合わせるじゃない。<ー>で、それでできないものは、その技術を計算するだ、ね、けなのかもしで,、ね、で、その繰り返したもん、ゴルフって。 だから、中部さんいいこと言ったなって、見えるところに打っときゃいいんだよっていうのは、本当にそういうことよ。だかコース戦略、それで語すべて。語れると思うよ。だから、それは技術によって自分がここへ打っとく、見えるとこっていうのは人によって違うんだからさ。ありがとうございました。はい。